なんやねんこれ、誰が悪いんこれ悪いの誰？カンゴール、カンゴールも好き、かわいい。チャンピオンも好き。あ、今日の公演のお見送りで歌ってたオリジナルソング。そう、毎回ね、劇場公演ではあのお見送り会っていうのがあるんですけど、 NMB48 皆さん一人一人の方が客席に降りて、で一人一人の方にこうありがとうございましたってメンバー全員でこう手を振ってね、そのメンバーが16人並んでて、それをお客さんがこう通ってで帰っていくっていうのがあるんですけど、でそれで結構まあ何百人っていう方がいらっしゃるから、ずっとね待ってくださってるんですよ、客席に座って後ろ、あの皆さんで1列目の人からバイバイしていくんですけど、だからその時に少しでも楽しんでいただけるようにという気持ちを込めて、キャプテンはあのマイクをね持つんですけど、だからそこで今日の起こった出来事とか今思ってる魂の叫び、気持ちを歌に乗せて歌ってるんですなんかでもその BGM であのカラオケバージョンでチーム曲がずっと流れてるんですよ、一応それに合わせて、まあ、替え歌をしてるんです。そう、230人の方、それをしてなんかもうほんまにもうその場でも歌って、思いつきで気持ちのままに歌ってるから、なんか言ってるから、なんかまあ発想の筋トレと言いますかそういう気持ちも込めてなんかやってるんですすぐ言葉思いつくようにみたいな。尾崎豊さんの歌は昔チーム、もっとチーム M の時に歌ってましたね、モノマネずっと。そう、アドリブトレーニングそう、でもね、そう皆さんすごいね楽しんでくださるから、その時しか聞けないので、なので皆さん劇場公演来てください即興ソング毎回面白い、わ嬉しい、わすごいいっぱいスタンプ来た、やった、全部なんかラブケア、ゴリラゴリラやん、違います、絶対に違いますまあね、めっちゃね古い歌好きなんですよ。でずっとあのさだまさしさんがいつももう小学生ぐらいの時からドライブの時はさだまさしさんをずっと聞いてて、聞かされ、車で流れてて、ずっと、でもめっちゃ好きです、さだまさしさん。雨宿りとかもめっちゃ好きやし、いいですよね、古いわしすれあなたはもう忘れたかしら。お、雨宿りよく歌います、かわいいですよね、なんかもうね聞いたらこう目つぶって聞いてたらもう頭の中で想像できるのがなんかいいですよね、すごい。わーかかあったあの頃何も、でもあのさだまさしさんのめっちゃりゅうちゃん、何でしたっけ、あの事故を起こしてしまって、でずっと仕送りをその奥さんに送ってた話、めっちゃ泣けるというか心にくる、なんかそれを裁判官の方が法廷でなんか若い人たちに聞かせたって
母さんが言ってました。あなたの優しさ、あ、償いやん。怖かった。今年花火見てないんです。見たい。虫歯がキラリン。あ、償い。春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ。ぬかるみの女のランダム貸せません私が好きな、もうお母さんとずっと見てた、もう昼ドラの最放送ぐらいで流れてたぬかるみの女っていうねドラマがあるんですけど、もうそれが好きすぎて DVD にあのダビングしてるんですよ。めっちゃ長いんですけどね。でそれをもっとより楽しむためにぬかるみの女ランダムっていうのがあって、それはもういろんな回、もう1話からもう35話とか80何話とかで20何話とかいろんな回をもうランダムに録画したら、もういつ見でも私とお母さんはもう全部見てるんで、もういつどの話っていうのはもう分かってるんですよ。だからそのいろんな回を見たいからランダムっていうのをお母さんが作って、でも放送が終わってからはランダムを2人で見てましたあと17分でうーちゃんが誕生日だ。うーちゃんに届け、うーちゃんハッピーバースデートゥーユー。もううーちゃん大好き。うーちゃんねいつもね安心するんです。だからなんか疲れた時とかなんか心も体も疲れた時はなんかうーちゃんに会ったらうーちゃんって言ってなんかギューって1分ぐらいしてもらってでなんか元気になるんです。